本家本元日本史一問一答聞き流し動画。まずは等倍で答えを思い浮かべながら聞いてください。次にだんだんスピードを上げていって、最終的には2倍速で答えがスラスラ言えるようになったら、それらの歴史用語はあなたの脳に刻み込まれています。1868年に明治政府が出した新政府の基本方針、五箇条の御誓文、五箇条の誓文。明治政府が全藩主の領地と領民を天皇に返還するように各藩に命じた政策、藩籍奉還。1871年明治政府が全国を政府の直轄地とした地方制度改革、廃藩置県。1873年明治政府が出した国民開閉の原則を確立した法令、徴兵令。明治時代、平民にも名字が許され、移住や職業の選択の自由などが認められた身分制度のスローガン、市民平等。政府財源を安定させるため、1873年明治政府が出した土地制度、課税制度の改革を定めた条例、地租改正条例。国立銀行条例の制定に尽力し、最初の国立銀行である第一国立銀行を創設した埼玉県出身の実業家、渋沢栄一。政府と結んで独占的に利益を上げた特権的な資本家のこと、政商。土佐藩出身の政商で、政府の保護を受けて自ら創業した三菱を発展させた人物、岩崎弥太郎。明治政府が富国強兵とともに出したスローガンで産業を育成・振興させるとしたものは何か。殖産興業。工部省とともに殖産興業政策の中枢を担った官営模範工場の経営や地方行政を統括する官庁を何というか。内務省。1872年に創業を開始した群馬県の製紙の官営模範工場は何か。富岡製紙場。製紙とは絹の糸を作ることです。ちなみに綿の糸を作ることを紡績と言います。1871年開始された日本の郵便制度を立案した人物は誰か。前島密か。1869年東京横浜間に開通し、後に長崎上海間を通じて欧米につながったものは何か。電信線。1872年新橋横浜間に開通したものは何か。鉄道。現在の汐留駅から桜木町駅までの間に開通しました。1869年蝦夷地の開発を目的に設置された行政機関は何か。開拓使。この時蝦夷地は北海道と改められました。北海道の開拓とロシアに対する警備に当たった兵隊は何か。屯田兵。1899年アイヌの人々や習慣の保護を名目に出された法令を何というか。北海道旧土人保護法。この法令は1997年アイヌ文化振興法が出されたことによりやっと廃止されました。1875年日本が朝鮮を開国させるため朝鮮に軍事的圧力をかけた事件を何というか。高架島事件。1876年に日本と朝鮮の間で結ばれた条約を何というか。日朝修好条約。これは朝鮮にとって不平等な内容の条約でした。
1879年、琉球藩が廃止され、沖縄県が設置された措置のことを何というか。琉球処分。政官論で下野した賛議のうち、1874年、佐賀の乱を起こした人物は誰か。江藤新平。1877年起こった西郷隆盛を中心とした士族反乱を何というか。西南戦争。薩摩藩出身の黒田清隆が勧誘物を安く払い下げようとした同じ薩摩藩出身の政商は誰か。五代友厚。国会の早期開設を主張し明治14年の政変で罷免された人物は誰か。大隈重信。国会開設の勅諭を受けて結成された板垣退助が総理の政党は何か。自由党。国会開設の勅諭を受けて結成された大隈重信が総理の政党を何というか。立憲改進党。明治時代の自由民権運動家で東洋大日本国国憲案という最も急進的な市議憲法を起草した人物は誰か。植木江守。自らは工作を行わずに小作農に小作地を貸し付けて生計を立てる地主のことを何というか。寄生地主。1882年日本の中央銀行として創設された銀行はどこか。日本銀行。1886年政府紙幣の銀打貫の始まりとともに確立した紙幣の価値を銀と関連させる制度を何というか。銀本位制。日本が発行する紙幣を銀と交換できるようにすることで国際的信用力を確立する制度です。1884年埼玉県の農民が返済延期や減税を求めて武装蜂起した事件を何というか。秩父事件。1882年、憲法調査のためヨーロッパに派遣された参議。伊藤博文。1884年、将来の上院議員選出の土台を作るため発布された法令。家族令。これにより明治維新で活躍した人たちも家族となり、彼らを中心に貴族院が構成されました。1885年、太政官制度が廃止され発足した制度。内閣制度。内閣制度発足とともに初代内閣総理大臣となった人物。伊藤博文。1888年、大日本帝国憲法などの審議を行うために創設された天皇の諮問機関。枢密院。憲法起草の中心となった伊藤博文が初代枢密院議長となりました。1889年2月11日、黒田清隆内閣の下で発布された憲法。大日本帝国憲法。紀元節、現在の建国記念日に発布されました。帝国議会は任意制が採用された。その任意を2つとも答えよ。衆議院、貴族院。憲法の公布と同時に出された皇位の継承などの規定が定められた法規。皇室典範。大日本帝国憲法の下での通常国会のことを何というか。帝国議会。第1回帝国議会が開かれた当時の総理大臣、山形有朋。1871年、条約改正のために派遣された施設の全権大使を務めた右大臣、岩倉具視。岩倉使節団に同行した女子留学生のうち、
女子英学塾を設立した人物、津田梅子。井上馨が桜花政策の一環として東京日比谷に建設した官営の国際社交場、鹿鳴館。1886年、紀伊半島沖で起きた不平等条約に対する国民の反感が高まるきっかけとなった事件、ノルマントン号事件。現在の最高裁判所にあたる大日本帝国憲法において最高の位置にあった裁判所、大審院。1891年、訪日中のロシア皇太子が切りつけられ負傷した事件、大津事件。1894年、日本とイギリスとの間に結ばれた領事裁判権の撤廃と税権の一部回復に成功した条約、日英通商航海条約。日英通商航海条約を締結した外務大臣、陸奥宗光。1911年、関税自主権の完全回復を実現させた外務大臣、小村寿太郎。朝鮮国王高宗の妃の名前、敏妃。日本はアジアを脱して欧米列強の一員になるべきであるとした福沢諭吉の主張、脱亜論。日清戦争のきっかけとなった朝鮮で起こった大規模な農民行動、庚午農民戦争、倒幕の乱。1895年に締結された日清戦争の講和条約、下関条約。下関条約で日本の領有が定められた領土を3つ答えよ。台湾、廖東半島、澎湖諸島。下関条約で日本の領有が定められた領土のうち、清国に返還を余儀なくされた領土、廖東半島。ロシアが中心になって行った廖東半島の清への返還を日本に求めた外交的圧力、三国干渉。1898年、日本初の政党内閣を誕生させた総理大臣、大隈重信。1900年に定められた陸軍大臣、海軍大臣を現役の大将、中将に限るとした制度、軍部大臣現役武官制。労働運動や社会主義運動を取り締まるために1900年に制定された法令、治安警察法。1925年に出された治安維持法と混乱しないようにしましょう。1900年、憲政党が解党して伊藤博文を総裁に立てて結成した政党、立憲政友会。伊藤博文、山形有朋など天皇の最高顧問として首相の推薦権を握っていた人物のこと、元老。日清戦争後の列強の中国分割でロシアが租借した都市の名前を2つ挙げよ。旅順、大連。高徳秋水、酒井俊彦らが
日露戦争反対を唱えるために結成した組織、平民社。1905年に締結された日露戦争の講和条約、ポーツマス条約。ポーツマス条約調印の当日、賠償金が取れないことに対して不満を持った民衆が東京で起こした暴動、日比谷焼き打ち事件。1909年、伊藤博文をハルビンで暗殺した韓国の民族運動家、アン・ジューコン。1910年、朝鮮を日本の領土とした条約、韓国併合条約。韓国併合時に置かれた朝鮮の監督機関、朝鮮総督府。1906年、中国大陸の鉄道経営のために大連に設立された半官半民の国策会社、南満州鉄道株式会社。清が滅んだ後に建国された孫文を臨時大総統とする国家、中華民国。高島炭鉱、長崎造船所、佐渡金山、生野銀山を払い下げられた明治期の政商。三菱、富岡製糸場、新町宝石場を払い下げられた明治期の政商。三井、1882年、渋沢栄一によって設立された民間で最初の宝石工場、大阪宝石会社。国産力織機を発明製造し、日本の綿織物業界を発展させた人物、豊田佐吉。日清戦争の賠償金を元手に1897年貨幣法を制定して採用した制度、金本位制。1885年、三菱会社と共同運輸会社が合併して創立した日本最大の運輸会社、日本郵船会社。1880年、貿易の金融機関として設立された銀行、横浜証券銀行。鉄鋼の国産化を目指して1901年に創業された官営工場、八幡製鉄所。銅山から発生する鉱毒が農作物や家畜、人体に被害を及ぼしたことで問題となった栃木県の鉱山、足尾銅山。足尾鉱毒問題に取り組んだ国会議員で、1901年天皇に直訴を試みた人物、田中正造。1901年に結成された社会民主党の発起人で、早稲田大学野球部の創設者となった人物、安倍勲。1910年、明治天皇暗殺を計画したとの理由で、高徳秋水らが起訴・死刑となった思想弾圧事件、大逆事件。1911年に組織された政治犯・思想犯を専門に取り締まる機関のこと、特別高等警察、特高。
3度の海外渡航の経験をもとに西洋文明を紹介する西洋事情を表した人物は誰か。福沢諭吉。福沢諭吉の著書で国家の発展には学問が不可欠であると主張した啓蒙書は何か。学問のすすめ。自由民権運動の理論的支柱となった思想で人間としての自然権を主張したものは何か。天賦人権の思想。ルソーの社会契約論の一部を翻訳した民訳訳解を表し東洋のルソーと呼ばれた人物は誰か。中江長民。平民的桜花主義を唱えていたが日清戦争開戦後対外膨張論に転向した明治時代の思想家は誰か。徳富蘇峰。1868年の神仏分離令の発令に伴い起こった多くの寺院や仏像が破壊された運動を何というか。廃仏毀釈。1869年太政官の外に設置された祭祀を祀る官庁を何というか。神義官。太政官は古代は太政官と読みましたが近代では太政官と読みます。戦前の日本の祝祭日のうち神武天皇が即位したとされる日のことを何というか。紀元節。これは2月11日で現在の建国記念日にあたります。天朝節とは何を祝う祝祭日のことか。明治天皇の誕生日。これは11月3日で現在の文化の日にあたります。1872年太陰太陽暦を廃して新たに採用された暦を何というか。太陽暦。青年知識人にキリスト教の信仰を広めた札幌農学校の初代教頭であるアメリカ人教師は誰か。クラーク。札幌農学校の卒業生で武士道を表して日本文化を紹介した人物は誰か。新渡戸稲造。この人は後に国際連盟の事務局次長となりました。1890年中君愛国が学校教育の基本となるべきであると定められた文章を何というか。教育直後または教育に関する直後。1891年教育直後の廃令を拒否し第一高等中学校の教職を追われた人物は誰か。内村鑑三。内村鑑三は新渡戸稲造らとともに札幌農学校のクラークの下で学びました。1903年小学校の教科書は文部省の著作に限ると定められたがその文部省の著作による教科書を何というか。国定教科書。1877年改正所と医学所を統合して設立された大学の名前を何というか。東京大学。後に帝国大学そして東京帝国大学と改称していきました。
東京専門学校の現在の名称は何か。早稲田大学。創立者は大隈重信です。破傷風菌の純粋培養を行い、伝染病研究所を設立した人物。北里柴三郎。次の千円札の肖像画になる人物です。赤痢菌を発見した人物。志賀清。明治時代後期に雑誌「太陽」とともに創刊された総合雑誌のこと。中央公論。中央公論は明治時代に創刊され、文藝春秋は大正時代に創刊されました。明治時代初期、あぐら鍋という下作文学を表した人物。金垣露文。小説神髄を表し、ありのままの人情や世相を描くべきであるとする写実主義を最初に唱えた人物。坪内逍遥。小説神髄は小説ではなく評論です。注意しましょう。原文一体で書かれた小説浮雲の作者。双葉亭四名。人間社会の現実をありのままに表現しようとした文学形態のこと。自然主義。被差別部落出身者の生き方を扱い、自然主義文学の先駆けとなった島崎藤村の小説。破戒。戒の字は戒律の戒です。注意しましょう。歌集乱れ髪で情熱的な短歌を数多く残した歌人。与謝野晶子。雑誌明星で活躍しました。短歌の革新を目指し、歌読みにあたうる書を表し、短歌の写生を主張した人物は誰か。正岡子規。歌集一役の砂を発表し、評論時代変則の現状で自然主義を批判した人物。石川啄木。ざん切り頭や洋服の着用などに代表される明治初期の西洋文化流入の風潮。文明開化。岡倉天心が伝統美術の保護育成に努めた1887年に開校された学校。東京美術学校。現在の東京芸術大学の美術学科です。1896年、東京美術学校に西洋学科が設けられ教授となった人物で、湖畔などを描いた画家。黒田清輝。フランス風の画風を学んだ黒田清輝が帰国後創設した洋画団体。白馬会。川上音次郎の創始芝居から端を発した当時の通俗小説の劇化を行った演劇のこと。新派劇。創始芝居とは民権運動を盛り込んだ演劇のことです。
西洋演劇の翻訳を中心とした近代劇のこと。新劇、新派劇と新劇を取り違えないようにしましょう。83、明治維新1、明治政府の政治体制。明治天皇が出した新政府の基本方針は何か。五箇条の御正門、五謀の啓示。五箇条の御正門、五謀の啓示は民衆の支配方針を示したものです。版籍奉還によって藩主は何に任命されたか。地藩寺、県令。地藩寺、県令は廃藩置県の際に中央から派遣された県の長官のことです。廃藩置県を断行するために置かれた軍事力を何というか。御新兵、鎮雷、騎兵隊。御新兵、鎮雷とは明治時代初期に各地に駐屯させた軍隊のことです。参院制で立法の諮問機関を何というか。参院、右院。参院、右院は政務機関です。諮問機関ではありませんし、立法機関でもありません。徴兵令の対象となった年齢は何歳以上か。20歳以上、25歳以上。20歳以上、25歳以上は戦前の衆議院議員選挙の選挙権を持つ人の年齢です。明治時代初期の日本の陸軍はどこの国の兵制を採用したか。フランス、イギリス。フランス、徴兵令による軍隊の創設を実現した人物は誰か。山形有朋、大村益次郎。山形有朋、大村益次郎は軍隊制度創設の直前に暗殺されました。戦前警察制度を所管していた官庁はどこか。内務省、法務省。内務省、内務省は警察以外に地方行政も管轄していました。84、明治維新2、明治政府の経済対策。1873年の地租改正条例によって地租は地価の何パーセントとなったか。 3%、 2.5%。 3%、 1877年に 2.5% に引き下げられました。太政官札や民部小札はどのような種類の紙幣か。打官紙幣、俯瞰紙幣。俯瞰紙幣、金や銀と交換できない紙幣のことです。江戸時代の金貨は何進法であったか。4進法、10進法。4進法、新貨条例の結果、日本の貨幣制度は実質的にどのようになったか。金銀副本位制、銀本位制。金銀副本位制、日本の紙幣を金もしくは銀と交換できるとした体制のことです。国立銀行はどこの国の制度を採用したものか。アメリカ、イギリス。アメリカ、国立銀行条例を制定した中心の人物は誰か。渋沢栄一、伊藤博文。
渋沢栄一、伊藤博文は新華条例制定の中心となった人物です。85、明治維新3、明治政府の殖産興業政策。初代内務卿となった人物は誰か。伊藤博文、大久保利通。大久保利通、伊藤博文は初代工部卿となった人物です。富岡製糸場は何県に建設されたか。栃木県、群馬県。群馬県。富岡製糸場はどこの国の技術者が技術教育を行ったか。フランス、イギリス。フランス。富岡製糸場はどの省が管轄したか。内務省、工部省。内務省。1877年に開設された紡績の官営模範工場は何か。大阪紡績会社、新町紡績所。新町紡績所。大阪紡績会社は1880年代に渋沢栄一が中心になって設立した民間の紡績会社です。鉄道はどこの国の技術を採用したものか。イギリス、フランス。イギリス。鉄道はどの省が管轄したか。内務省、工部省。工部省。鉄道や炭鉱などの重工業は主に工部省が管轄しました。台湾出兵の指揮を行った人物は誰か。西郷嗣道、木戸孝允。西郷嗣道、木戸孝允は台湾出兵に反対して参議を下野した人物です。1870年代、日本と清国との間に結ばれた対等条約は何か。日清修好条約、日清通商公開条約。日清修好条約、日清通商公開条約は下関条約が締結された後に結ばれた清国に不平等な条約です。1872年に琉球藩が置かれたとき、藩王となった人物は誰か。正体、正寧。正体。正寧は1609年に薩摩藩による琉球征服が行われた当時の琉球国王です。ロシアでは千島列島のことを何と呼んでいたか。クリル、サハリン。クリル、サハリンとはカラフトのことです。86、不平士族の反乱と自由民権運動。次のうち政官論で下野した参議は誰か。木戸孝允、西郷隆盛。西郷隆盛。木戸孝允は台湾出兵に反対して参議を下野しました。板垣退助の出身藩はどこか。土佐藩、肥前藩。土佐藩。後藤象二郎の出身藩はどこか。土佐藩、肥前藩。土佐藩。坂本龍馬とともに大政奉還に尽力した人物なので土佐藩であると連想できます。添島種臣、江藤新平の出身藩はどこか。土佐藩、肥前藩。
肥前藩。江藤新平は佐賀の乱を起こした人物なので、肥前藩出身であると連想できます。民選議員設立憲白書が提出された政府の機関は何か。サイン、ウイン。サイン。民選議員設立憲白書の提出メンバーでない人物は誰か。後藤象二郎、西郷隆盛。西郷隆盛。西郷隆盛は政官論で下野しましたが、民選議員設立憲白書のメンバーには入っていません。愛国高等はどこで結成されたか。東京、土佐。東京。立志社はどこで結成されたか。大阪、土佐。土佐。愛国者はどこで結成されたか。大阪、土佐。大阪。大阪会議を行った人物は誰か。大久保利通、伊藤博文。大久保利通。大阪会議の結果設置された立法諮問機関を何というか。元老院、枢密院。元老院、枢密院は大日本帝国憲法を審議するために設置された機関です。大阪会議の直後に出された民権運動の弾圧法令は何か。新聞紙条例、集会条例。新聞紙条例。佐賀の乱を起こした人物は誰か。江藤新平、後藤象二郎。江藤新平。不平士族の反乱のうち前参議である前原一成が起こしたものは何か。萩の乱、秋月の乱。萩の乱。国会規制同盟を弾圧するために制定された法令はどれか。集会条例、保安条例。集会条例。開拓使勧誘物払い下げ事件に関与した五代友厚の出身藩はどこか。薩摩藩、長州藩。薩摩藩。明治14年の政変で罷免された人物は誰か。大隈重信、黒田清隆。大隈重信。自由党はどこの国の考え方を唱えたか。フランス、イギリス。フランス。イギリス流の理論を唱えたのは立憲改進党です。1881年に結成された板垣退助を党首とする政党は何か。自由党、立憲改進党。自由党。立憲改進党は1882年大隈重信を総理とした政党です。植木絵森が起草した市議憲法は何か。東洋大日本国国憲案、市議憲法案。東洋大日本国国憲案。
87松方財政と激化事件。工場払い下げ外則が交付された当時の大蔵卿は誰か。大隈重信、松方正義。大隈重信、大蔵卿に就任した松方正義が行った政策は何か。インフレ政策、デフレ政策、デフレ政策。松方財政の結果、米の値段はどうなったか。上昇した、下落した、下落した。1885年、日本銀行券が発行されることによって採用された貨幣制度は何か。金本位制、銀本位制、銀本位制。当時、自由党と関係の深かった政商の名称は何か。三井、三菱、三井。立憲改進党と関係の深かった政商は三菱です。福島事件のきっかけとなった圧政を行った福島県令は誰か。河野広中、三島道常、三島道常。河野広中は福島事件を起こした人物です。激化事件に伴い、1884年に解党した政党は何か。自由党、立憲改進党、自由党。大阪事件に関与した女性民権運動家は誰か。影山英子、岸田敏子、影山英子。三大事件憲白運動に対して出された政府の弾圧法令は何か。保安条例、集会条例、保安条例。大同団結運動を起こしたが、途中で逓信大臣に任命されたため保安条例で追放されなかった人物は誰か。後藤象二郎、板垣退助。後藤象二郎。88、憲法と諸法典の整備。天皇を常時保筆する大臣のことを何というか。宮内大臣、内大臣。内大臣、宮内大臣は宮内省の大臣のことです。憲法の起草にあたり顧問となったドイツ人は誰か。ボアソナード、ロエスレル、ロエスレル。ボアソナードは民法の起草などを行いました。憲法草案の審議にあたった天皇の最高諮問機関を何というか。枢密院、元老院。枢密院、元老院は大阪会議の結果設置された立法機関です。大日本帝国憲法が公布された当時の内閣総理大臣は誰か。伊藤博文、黒田清隆。黒田清隆。伊藤博文は憲法草案を審議するため総理大臣を辞任しました。大日本帝国憲法が公布されたのは何月何日か。2月11日、11月3日。
2月11日、11月3日は明治天皇の誕生日である天長節です。大日本帝国憲法はどこの国の憲法に倣ったものか。フランス、ドイツ、ドイツ。内閣は天皇にとってどのような機関か。保筆機関、協賛機関。保筆機関。天皇の協賛機関は帝国議会です。大日本帝国憲法では国民のことを何と呼んだか。臣民、人民、臣民。市政、町村制などの創設に尽力した外国人は誰か。モッセ、ロエスレル。モッセ。89、初期議会。朝鮮主義を最初に表明した首相は誰か。黒田清隆、山形有朋。黒田清隆。黒田清隆は憲法公布の際に朝鮮主義を表明しました。衆議院議員選挙法が公布された当時、選挙権は何歳以上の男子に与えられていたか。20歳以上、25歳以上、25歳以上。戦後になって20歳以上に引き下げられました。衆議院議員選挙法が公布された当時、選挙権を有していたのは直接国税を何円以上納めたものか。10円、15円、15円。選挙法が改正されたときに10円以上に引き下げられました。第1回総選挙当時の有権者は人口の何パーセントだったか。 1%、 2%、 1%。 選挙法が改正され直接国税が引き下げられた結果 2% になりました。第1回総選挙で最も議席を多く獲得した政党は何か。自由党、立憲自由党。立憲自由党。立憲自由党は第1回帝国議会の途中で自由党と解消されました。初期議会における民党の主張はどれか。政費節減、民力急用。罰読打破、憲政擁護。政費節減、民力急用。罰読打破、憲政擁護は第一次護憲運動のスローガンです。第2回総選挙の後、離党となった政党はどれか。立憲帝政党、国民協会。国民協会。立憲帝政党は国会開設の勅諭が出された直後に結成された政府の御用政党です。条約改正のため1871年に派遣された施設の全権、岩倉具視の当時の官職は何か。右大臣、太政大臣。右大臣。当時の太政大臣は三条実美です。岩倉使節団に派遣されなかった人物は誰か。大久保利通、西郷隆盛。西郷隆盛。西郷隆盛は国内に残り政官論を唱えました。岩倉使節団に同行した女子留学生は誰か。津田梅子、樋口一葉。津田梅子。1870年代後半、アメリカとの条約改正交渉を順調に進めた外務卿は誰か。
寺島宗則、井上薫。寺島宗則。この交渉はイギリスとドイツの反対で無効になりました。半数以上の外国人判事採用を条約改正案に盛り込んだ外務大臣は誰か。井上薫、大隈重信。井上薫。大審院に外国人判事を任用することを条約改正案に盛り込んだ外務大臣は誰か。井上薫、大隈重信。大隈重信。条約改正交渉を封建回復に転換させた事件は何か。ノルマントン号事件、フェイトン号事件。ノルマントン号事件、フェイトン号事件は19世紀前期にイギリスが起こした長崎乱入事件です。大津事件が起こった当時の外務大臣は誰か。青木修造、榎本武明。青木修造、榎本武明は大津事件が起こった後外務大臣に就任した人物です。大津事件の犯人を死刑にせず司法権の独立を守った人物は誰か。津田三蔵、小島惟方。小島惟方。津田三蔵は大津事件の犯人です。1894年、封建回復を実現した外務大臣は誰か。陸奥宗光、小村寿太郎。陸奥宗光。91、日清戦争。1882年、ビンヒ政権に対して起こされた反乱を何というか。神武軍乱、庚申事変。神武軍乱、これによって太陰君が一時政権につきました。神武軍乱の結果、日朝間で締結された条約を何というか。サイモッポ条約、天津条約。サイモッポ条約、天津条約は庚申事変の結果、日清間で締結された条約です。独立党が日本公使館の援助を受けて起こしたクーデターを何というか。神武軍乱、庚申事変。庚申事変、神武軍乱と庚申事変は取り違えやすいので注意しましょう。庚申事変は清がどこの国に敗れたことを契機に起こったか。フランス、イギリス。フランス。日清戦争当時の総理大臣は誰か。伊藤博文、桂太郎。伊藤博文、桂太郎は日露戦争当時の総理大臣です。下関条約で日本が獲得した中国大陸の領土はどこか。遼東半島、山東半島。遼東半島。日本が三国干渉で返還を余儀なくされた領土はどこか。台湾、遼東半島。遼東半島。三国干渉を行ったのはロシアとフランスとどこの国か。ドイツ、イギリス。ドイツ、イギリスは当時ロシアに対抗するため日本に好意的な態度を示していました。台湾総督府の初代総督は誰か。
樺山祐則、寺内正武。樺山祐則、寺内正武は初代朝鮮総督です。92、政党内閣の誕生と立憲政友会の成立。第二次伊藤博文内閣が提携した政党の名前は何か。自由党、立憲改進党。自由党。第二次伊藤博文内閣の内務大臣は誰か。板垣退助、大隈重信。板垣退助。第二次伊藤内閣は自由党と提携したため、自由党の板垣退助を内務大臣としました。第二次松方正義内閣が提携した政党の名前は何か。自由党、進歩党、立憲改進党。進歩党。当時立憲改進党は進歩党になっていました。第二次松方正義内閣が大隈重信を起用したポストは何か。大蔵大臣、外務大臣。外務大臣。自由党と進歩党が合同して1898年に結成された政党は何か。憲政会、憲政党。憲政党。憲政会は大正時代に結成された政党です。分裂した憲政党のうち旧自由党の流れを引く政党は何か。憲政党、憲政本党。憲政党。旧進歩党の流れを組む政党が憲政本党です。第一次大隈重信内閣に代わって内閣を率いた人物は誰か。伊藤博文、山形有朋。山形有朋。社会運動、労働運動の取り締まりを目的に1900年に制定された法律は何か。治安維持法、治安警察法。治安警察法。治安維持法は大正時代に制定されました。93、中国分割と日露戦争。旅順と大連を租借した国はどこか。ロシア、イギリス。ロシア。山東半島の都市を租借した国はどこか。ロシア、ドイツ。ドイツ。ドイツは山東半島の広州湾を租借しました。列強の中国分割に反発した組織は何か。義和団、東学。義和団。東学は日清戦争のきっかけとなった農民反乱を起こした集団です。列強の中国分割に反発した義和団のスローガンは何か。我心昇湛、不心滅用。不心滅用。我心昇湛は日清戦争後の三国干渉の結果、日本で起こった反ロシアのスローガンです。ロシアの脅威に対して伊藤博文らが唱えた主張は何か。日英同盟論、日露協商論。日露協商論。日英同盟論は桂太郎らが唱えました。高徳秋水と酒井俊彦が非戦論の立場を取って結成した組織は何か。
よろず長報、平民社。平民社、よろず長報を退社して平民社を結成しました。与謝野晶子が君死にたもうことなかれの一句で有名な反戦歌を発表した媒体は何か。明星乱れ髪。明星乱れ髪は与謝野晶子の処女歌集です。日本海海戦でバルチック艦隊を破った連合艦隊司令長官は誰か。東郷平八郎、乃木まれすけ。東郷平八郎。94、日露戦争後の外交。韓国国内に日本政府の財政・外交顧問を採用することが定められた協約は何か。第一次日韓協約、第二次日韓協約、第一次日韓協約。1905年、アメリカが日本に対して韓国の保護国化を認めた協定は何か。石井ランシング協定、桂タフト協定、桂タフト協定。石井ランシング協定は大正時代に締結されたものです。韓国の外交権を奪った協約は何か。第二次日韓協約、第三次日韓協約、第二次日韓協約。第三次日韓協約では内政権を奪いました。第二次日韓協約の結果設置された機関は何か。総督府、統監府、統監府。総督府は日韓併合の結果設置されました。韓国統監府の初代統監は誰か。伊藤博文、寺内正孝。伊藤博文、寺内正孝は初代朝鮮総督です。朝鮮総督府が置かれた地名は何か。慶城、新京。慶城、新京は満州国の首都です。朝鮮総督府の初代総督は誰か。伊藤博文、寺内正孝。寺内正孝。95、官営事業の払い下げと軽工業の発展。三池炭鉱は後にどこに払い下げられたか。三井、三菱、三井。高島炭鉱は後にどこに払い下げられたか。三井、三菱、三菱。兵庫造船所はどこに払い下げられたか。三菱、川崎、川崎。佐渡金山、生野銀山はどこに払い下げられたか。三井、三菱、三菱。重工業は主に三菱に払い下げられました。院内銀山と兄銅山はどこに払い下げられたか。三菱、古川、古川。富岡製糸場はどこに払い下げられたか。三井、三菱、三井。軽工業は主に三井に払い下げられました。深川セメント製造所はどこに払い下げられたか。三菱、浅野、浅野。製糸業とは
何を製造する産業か。生糸、綿糸。生糸、綿糸を生産する産業は紡績業です。明治30年、当時の日本の輸出の第2位は何か。綿糸、緑茶。綿糸、産業革命後なので緑茶ではなく綿糸となります。96、重工業の形成と発展。日本鉄道会社の出資者はどのような人たちか。家族、士族、家族。1889年、東海道線は東京からどこの間で開通したか。大阪、神戸、神戸。1889年、鉄道の営業キロ数で上位にあったのはどちらか。官営鉄道、民営鉄道、民営鉄道。鉄道国有法が公布されたのはどの戦争の直後か。日清戦争、日露戦争、日露戦争。八幡製鉄所はどこの国の技術を導入したものか。イギリス、ドイツ、ドイツ。四大財閥に入らないものはどれか。安田、古川、古川。四大財閥は三井、三菱、住友、安田です。五大銀行に入らないものはどれか。第一、古川、古川。古川、四大財閥に第一銀行を加えたものが五大銀行です。97、社会運動の発生。雑誌「日本人」にはある炭鉱で働く労働者の厳しい労働状況が記されているが、その炭鉱はどこか。高島炭鉱、三池炭鉱。高島炭鉱、労働者の過酷な状況が記されている横山源之助の著作は何か。職工事情、日本の仮想社会。日本の仮想社会。職工事情は農商務省が全国労働者の実態をまとめた報告書です。足尾銅山を経営していた財閥はどこか。古川財閥、三菱財閥。古川財閥。足尾銅山鉱毒問題に取り組み、天皇に直訴を試みた元大義士は誰か。鉱徳秋水、田中正造。田中正造。鉱徳秋水はこの直訴状の草案を書いた人物です。労働組合規制会はどこの国の労働運動の影響を受けたものか。アメリカ、フランス、アメリカ。労使協調の路線を取りました。1897年に高野房太郎らによって結成された労働団体は何か。友愛会、
労働組合規制会、労働組合規制会。友愛会は1912年に鈴木文治が結成した労働団体です。高野房太郎とともに労働組合規制会の結成に参加した人物は誰か。片山千、片山鉄、片山千。片山鉄は日本社会党の政治家で、戦後内閣を組織した人物です。1901年に結成された日本最初の社会主義政党を何というか。社会民主党、日本社会党、社会民主党。日本社会党は日露戦争の直後結成された合法的社会主義政党です。社会民主党はある法律によって結社禁止を命じられた。その法律は何か。治安維持法、治安警察法、治安警察法。治安維持法は大正時代に制定された法令です。工場法で定められた労働時間は何時間か。8時間、12時間、12時間。工場法では何歳未満の就業の禁止が定められているか。12歳、15歳、12歳。98、明治時代の文化1、思想。福沢諭吉が2度の海外渡航の経験をもとに表した西洋文明を紹介する書物は何か。西洋気分、西洋事情、西洋事情。西洋気分は江戸時代、新井白石がイタリア人宣教師を尋問して表した書物です。スマイルズの自助論を中村正直が翻訳した書物のタイトルは何か。自由の断り、西国立志編、西国立志編。自助論は今でも成功哲学のパイオニアとして広く読まれています。ルソーの社会契約論を翻訳して東洋のルソーと呼ばれた人物は誰か。植木江守、中江町民、中江町民。植木江守の著書はどれか。天賦人権弁、天賦人権論、天賦人権弁。天賦人権論は馬場達威の著書です。平民的桜花主義を唱えた人物は誰か。徳富蘇峰、三宅節令。徳富蘇峰、三宅節令は国水保存主義を唱えました。三宅節令が国水保存主義を主張するため創刊した雑誌は何か。日本、日本人、日本人。日本は久我勝男が発刊した新聞です。三宅節令らが結成した国水保存主義団体は何か。政教者、民有者、政教者。民有者は徳富蘇峰が結成した団体です。徳富蘇峰が1890年に発刊した新聞を何というか。国民新聞、平民新聞、国民新聞。平民新聞は堺俊彦、
高徳秋水らが発刊した新聞です。日清戦争を機に日本膨張論を唱えた人物は誰か。徳富蘇峰、三宅節令。徳富蘇峰、徳富蘇峰は平民的桜花主義から日本膨張論に転換しました。99、明治時代の文化。2、宗教。1869年設置された祭祀を司る機関は何か。神技官、神技省。神技官、神技官は後に神技省と改められました。神武天皇即位の日のことを何というか。天長節、紀元節。紀元節、天長節は明治天皇の誕生日を祝う祝日です。天長節は何月何日か。5月3日、11月3日。11月3日、5月3日は憲法記念日です。天長節は現在では文化の日となっています。紀元節は何月何日か。2月11日、11月3日。2月11日、神武天皇即位の日は現在は建国記念日となっています。教派神道でない宗教はどれか。天理教、大本教。大本教、札幌農学校の設立を指導した外国人は誰か。ケプロン、クラーク。ケプロン、クラークは札幌農学校の初代教頭となった人物です。100、明治時代の文化。3、教育。初代文部教に就任した人物は誰か。大北加藤、森有則。大北加藤、森有則は最初の内閣の文部大臣です。1872年に定められた学制はどこの国の制度を模範としたものか。アメリカ、フランス。フランス、1879年に定められた教育令はどこの国の制度を模範としたものか。アメリカ、ドイツ。アメリカ、女子師範学校はいつ作られたか。1870年代、1880年代。1870年代、明治政府は国民改革を唱えていたので早い段階から作られました。教育直後の起草を行った人物は誰か。井上馨、井上小橋。井上小橋、元田長実とともに教育直後を起草しました。教育直後の拝礼を拒否し教職を追われた人物は誰か。内村鑑三、高徳秋水。内村鑑三、日本女子大学校の創設者は誰か。津田梅子、成瀬仁蔵。成瀬仁蔵、津田梅子は女子英学塾の創設者です。101、明治時代の文化。4、学問。
大森貝塚を発見したモースの肩書きは何か。地質学者、動物学者、動物学者。地質学者はナウマンゾーンを発見したナウマンの肩書きです。北里柴三郎の発見した細菌は何か。赤痢菌、破傷風菌、破傷風菌。赤痢菌を発見したのは志賀清です。サルバル酸を発見したのは誰か。高峰常吉、畑佐八郎、畑佐八郎。高峰常吉は高ジアスターゼを創生した人物です。 Z 光を発見した地球物理学者は誰か。木村久志、本田光太郎。木村久志、本田光太郎は大正時代に KS 磁石光を発明しました。神道は祭典の古俗を発表して教職を追われた人物は誰か。久米国武、津田宗吉。久米国武、津田宗吉は古事記の科学的研究で教職を追われた人物です。102、明治時代の文化。5、新聞、雑誌。日本最初の日刊新聞は何か。横浜毎日新聞、郵便放置新聞。横浜毎日新聞。立憲改進党の機関紙でもある郵便放置新聞の創刊者は誰か。大隈重信、前島密か。前島密か、前島密かは郵便の創始者なので、そこから連想してください。読売新聞の新聞ジャンルはどちらか。大新聞、古新聞。古新聞、読売新聞は古新聞の元祖です。明治時代に創刊された総合雑誌はどれか。中央公論、文藝春秋。中央公論、文藝春秋は大正時代に創刊されました。103、明治時代の文化。6、文学。下作文学を代表する小説家は誰か。尾崎紅葉、金垣露文。金垣露文、尾崎紅葉は権有者を代表する小説家です。政治小説を代表する小説家は誰か。郷田露伴、矢野流慶。矢野流慶、郷田露伴は理想主義的な作品を残した小説家です。坪内逍遥の代表的な小説は何か。小説神髄、当世書生かたぎ。当世書生かたぎ、小説神髄は小説ではなく評論です。双葉亭四名の代表的な小説は何か。合い引き、浮雲。浮雲、合い引きは双葉亭四名の翻訳作品です。尾崎紅葉、山田美妙らを中心に結成された文学団体を何というか。権有者、文学会。権有者、文学会は北村東国が創刊したロマン主義文学の舞台となった雑誌です。
ロマン主義文学を代表する小説家は誰か。泉鏡花、島崎藤村。泉鏡花、島崎藤村はロマン主義的な詩歌を書きますが、小説では自然主義のジャンルに属します。自然主義文学を代表する小説家は誰か。田山花袋、志賀直哉。田山花袋、志賀直哉は大正時代の白樺派を代表する小説家です。与謝野晶子の最初の歌集を何というか。乱れ髪、明星。乱れ髪、明星は与謝野晶子の歌を多く掲載した雑誌のことです。正岡子規の創刊した俳句雑誌を何というか。あららぎ、ホトトギス。ホトトギス、あららぎは正岡子規の影響を受けた伊藤幸男が創刊した短歌雑誌です。時代閉塞の現状で自然主義文学と社会主義の弾圧を批判した人物は誰か。石川啄木、島崎藤村。石川啄木。104、明治時代の文化、芸術。7、その他。創始芝居を始めた川上音次郎は何の創始者となったか。新劇、新派劇。新派劇。坪内逍遥、島村抱月によって組織された演劇団体は何か。自由劇場、文芸協会。文芸協会。自由劇場は幼い薫が中心となって結成した演劇団体です。神戸美術学校で油絵を教えたイタリア人は誰か。フォンタネージ、ラグーザ。フォンタネージ、ラグーザは彫刻を教えたイタリア人です。最初の日本銀行券の肖像画の原画を作成したイタリア人銅版画家は誰か。清曽根、フェノロサ。清曽根、フェノロサは東京美術学校の設立に尽力した人物です。東京美術学校設立当時になかった学科はどれか。日本画学科、西洋画学科。西洋画学科。神戸美術学校出身の画家たちが中心になって作った日本最初の洋画団体は何か。日本美術院、明治美術会。明治美術会。明治時代の彫刻家で老猿の作者は誰か。高村光雲、高村光太郎。高村光雲、高村光太郎は高村光雲の子で大正時代に活躍しました。日本銀行本店を設計した人物は誰か。片山東熊、辰野金吾。辰野金吾。片山東熊は赤坂離宮などの設計を行いました。本家本元日本史一問一答聞き流し動画。